ドラマーの松下雅信です。どうも。今日はタマさんから発売になった僕のシグネチャースティック、これの説明しようかなと思ってます。太さ14.75で、長さは395って短めで、まあ細くはない、割とまあ太めな感じで、これすげえこだわって作らせてもらったんですけど、だいたい2年ぐらいかけていろいろやり取りさせてもらって、工場に向かわせてもらったんですけど、なんかまあいろいろ国内のいろんなスティック、まあ、海外も含めなんですけど、このちっちゃいナイロンチップがついてて、ヒッコリーで、まあ程よい太さっていうのってすごい探すすごい難しくて、僕ずっとタマさんの、ピエール中野さんモデルをもう2年ぐらいかな使ってて、もうちょっとチップがちっちゃい方がいいんですよとか、ちょっと太めがいいんですとか、塗装がもっとない方がいいんですとか、いろんなことがあって。結局これは塗装なしの、もう木の裸のまんまの状態のやつにしてもらってるんですけど、いろんなそういうアップデート、僕なりの中野さんのやつから僕好みにいろいろやってもらって、発売に至ったんですけど、これ本当僕今自分のバンド野生コレクティブとか参加してるジェントルフォレストジャズバンドとか、ザ・フィードとか、他にもいるセッションものとか全部これで基本やってます。レコーディングもこれでやってるし、タッチ、自分の手首、フィンガーでかなりいろんな音を変えられるのがすごい楽しいスティックで、もうここの工場も行って分かったんですけど、すごい工程が細かくて、かなり、ちゃんと精密に作られてるので、ペアごとの、誤差みたいなのも少ないし、なんかそういう安心感のあるめちゃくちゃいいスティックです。チロもね、ちゃんとここに見ててくれるんで、安心して毎日演奏できてます。皆さんもぜひこの機会に使ってもらえたらと思います。よろしくお願いします。